はい、どうも、トワイスです。今回、エピソード 3-2 かな？ゴーストオブベルトロ。この続きからやっていきたいと思います。前回収録からだいぶ日が空いちゃったんで、なんか、ちょっと、操作方法がぐちゃぐちゃになってるかもしれませんけど、まあ、なんとか、頑張っていきましょう。さて、外れた。レイモンド、お前レイモンドだな。BSA か。お前らに用はない。FBC こそなぜここに。質問に答えろ、レイモンド。いつまで同僚気取りだ。BSA に答える義務はない。今互いに揉めている場合じゃないわ。笑わせるな。どうせ脱出もできない上に敵が見えないって話だろ。レイモンド、そこを動くな。見えないなら必死であがいてみせるしかないだろう。FBC までがクイーンゼノビアに。この船で一体何が？情報がなさすぎる。船内の調査を続けるほうがないな。やれやれだ。さて、前回では FBC 時代パーカーの部下だったのかな、レイモンドが、謎の男の正体でしたが、果たして。ああ、ハーブか。嬉しいな。ちょっと回復手段が乏しかったから。あ、とは言ったけど、マックスだ、今。動かない。動かないんだ。いやー、前回ちょっと気になるところがあったんですよね。一回戻れるかどうかやってみていいですか？もし何もなかったらここまで戻ってきます。待て、ジル、こっちだ。この先はまだ調べてないぜ。こっちに戻りたいんだがどうだ？あ、なんかいる。おっと。パーカー大丈夫？普通のウーズから得られるものはほとんどないですけど、7% ずつしか、増えなくなりましたけど、あれですよね。まあ、回復を使った瞬間に、普通の決定ボタンは、回復を使った瞬間にまあその 100% っていうのが消費されるから、まあ 100% までは貯めておいても損はないというか、そんな感じですよね。別に何もかかってませんよ。損はないと、そんな感じと。そう。すぐここなんですけど、この辺なんか調べられるもんありませんでしたかっていう話で。なんか調べるマークがこの辺で出てたなーって思ったんですけど、気のせいかな。はい。何もありませんでしたので、この先に進んでいきたいと思います。あ、声はするがどっから？前か。ほんとヘッショも難しいな、こいつ。さーて、ハンドガンの弾も限られてるんでね。なかなか撃ちすぎには注意したいところなんですけど、なんか通常状態でフラフラしてるから、あんまり、おっと？カジワの鍵だ。これであれかな？最初に入ってきたところあたりに、入れるっていうか戻れるのかな。あ、いいね。BOW デコイだ。こんなに装備が充実してると、逆に不安ですね。いやー、一体、これから先、何が起こってしまうのか。そして、ショットガンの弾。ショットガン、あ、なんだ？カードリーダー付きの金庫か。これ各地にあるんだ。それはちょっと調べていかないといけないな。あ、ジェネシス。
反応はないな。ショットガンの弾は手に入るけど、ショットガンがないっていうのがとてももどかしいですね。ああ、早速、カジワの。今、パーカー以外の足音した気がしたけど、気のせいでした。ビビりすぎだね。あ、丸いやつ？ん？今、後ろ手に取ったな、ハンドガンの弾。ちょっと待ってね。あ、なんかある。反応があるが、この先か？人？その前に、どうしたの、パーカー。これ？はぁ、船内上部の地図。へぇー。ホームに行けば、非常用通信室があるみたいね。うん。今なんか反応があったな。今一瞬反応があったが、どこだ？この辺か？上？あ、あれかな？これの上がちょうど、ブリッジのあそこになってて、取り逃したハンドガンの弾かな。その可能性が高い。これ取っちゃおうか。クレスト。これでショットガンが手に入るのか？あら。あら、気持ち悪い。いやー。僕あれ？うわ、ジル、こういうのに手突っ込むの。ショットガンの弾。あれかな、ウーズの中にはショットガンを使う個体がいて、弾持ちきれないからここに隠しとこうっつって、しまったのかな。なわけねえと思うけどさ。じゃあ戻るか。さて、帰り道なんかいるっていうのが定番ではあるが、何もいないか？動かないのか。動かないんだったら、まあ、カジワの鍵を手に入れたので、普通に来た道を戻っていくしか。どこに消えたんだ？パーカー、あなたとレイモンドって。後輩だ、昔はな。それだけの話さ。なんか光ってますね。そっち調べたっけ、俺。手榴弾、いいね。ん？あ、これがあれか。さっき下からジェネシスで見つけたやつかな。さて、こっちはまだだと言われて行ってしまったが、まあ本当は、鍵とかもろもろ手に入れてから戻ってきたら、うわぁ、ウーズおるやんっていう感じだったんでしょうね、きっと。で、向かうべきは客室上階なんだよな。まあいいか、客室上階で。ん？あれ？でも、どっちにあったっけ、ショットガン。あれ？あれあれ？か、加階か。加階の、ん？まあいいや、とりあえずショットガンを取りに行かねば話が進まないというか、進めたくない。私の部屋ではなかったと思うけどな。あ、そうだ。そういえばカスタムパーツなんだろう。ダメージ2か。ありがてえ。てか今、ハンドガンしかないから、ハンドガンがどんどん強くなっていくだけの話に、あ、ダメなのね。じゃあ、単純に 20% アップをつけて、まあ、ショットガンが手に入って、ここに戻ってきたりする機会があるのであれば、ショットガンにダメージ 20% 付け替えようかなって感じですか。あら、
でけえのがいる。なんか飛ばしてきた。いてえ。おとなしく走るか。頭は狙いやすいか。ちょっと厄介だなそれ。耐久力はそんなに高くないみたいですね。ああ、反対側注意するの忘れたと思ったけど、よかった。誰もいないみたいですね。さて、この辺にハンドガン確か、全部は取ってなかったような気がするんだよな。いやー、まさかね。まさかねというか、まあゲームも進んできたから、そりゃ新しい敵出るよなっていう気持ちはあるはあるんですけど、まさかこんな変な敵が出てくると思わなかった。ていうかあの弾もあれかな、避けれるのかな、そこ気になる。おっと、反応があるぞ。あら、復活はしてない。あ、これか。これなんだっけ。ハンドガンの弾か。ありがて。なかなか減るね。一人頭5発ぐらいに減ったとはいえ、やっぱ弾薬消費はしないに越したことはないのだが、ここも取り忘れがあるか。ハンドガンの弾か。回収できる分は回収しちゃったな。まだボス戦らしいボス戦っていうのは全然戦ってないですけど、いざボス戦が来た時にちょっと弾が足りるかどうか怖いところですね。あ、これこれ。うん、今そうよね。今ぐちゃって言ったもんだって。おっとっと。パーカーが攻撃してくれるなら4発で済むのか。こりゃ随分あれだ。強いぞ。初期状態で1発しか入ってないっていうこの、こだわりようよ。こだわりようっていうか、細かい点ですよね。ずっと飾ってる予定だから、一発しか入れてないみたいな、そういう感じなんでしょうか。まあでも念願のショットガンゲットですね。ありがて。弾数とか強化したいですね。じゃあ、そうだな。あとカードリーダーで進めるところとかばっかりだし、他のところで敵が復活してても面倒なんで、素直にカジワの扉、大ホールからそっちの方に出ていきましょうか。最初に侵入したところに多分繋がるんだろうな。あ、怒りか。カジワじゃねえんだ。こっちか。これか。カジワの鍵。そして、あ、開くの？こんな立派そうな扉。あ、これエレベーターなの？もしかして。あらー。あらあら。さすがは金持ちだ。ちょっとしたオペラハウスみたいだ。で、非常用通信室はどうだ？僕はプレイしたことないですけど、バイオ1の洋館の再現という感じではないですか、これは。やばいですね。まさか。
リベレーションズどれぐらいのボリュームあるんだろうなって思ってましたけど、これはだいぶ時間かかりそうですね。お、非常用通信室前に残された張り紙。はいはい、プロムナードのいつもの店まで通信延長。まあ、プロムナードはホールのすぐ隣だ。行ってみよう。ここの鍵はすぐ手に入りそうだ。やめてくれよパーカー、そういうフラグみたいなこと言うの。ここなに？あ、開けれる。あー、上も来れるのか。へえ。美術品を見て回ったりということはないみたい。これはエレベーター？あ、動かないんだ。時計の裏側か。なんかありそうだよね、時計も。ソーラリウムとは？あらら、とても嫌な感じの場所ですね。開くのか。あー、行けるのか。なんか、いや。反応がね、逆に怖い。なんだこりゃ。なんだここは。一応敵ではない判定なのか。アイテム助かるが、濁っていて入れそうにない。何かで覆われている。ああ、カードリーダーかな。違うな。うわあ、またこれか。倍速になるかも。いまいちクリア条件がよくわかっ、多いな。多いなあ。とりあえずハーブ作るだけ作っときますけど、帰りに一斉に襲われるパターンでございますか。どうでしょう。お、 M4 中 A1。 え、これは何、スナイパー。あ、スナイパーだ。そんなものか。はい、カスタムパーツ。清掃作業引き継ぎ連絡書。富士壺みたいなものがこびりついていた。うん。水を配分するパイプに欠損があった。異物が混ざった。やばい、あれは新種なんかじゃない。
これ帰りに襲われるパターンだなぁ。参ったね。今やるべき？えい。なるほどね。じゃあ今はまあ動かすだけ動かしといて何もできねえぞっていう感じなんですね。まあ助かった助かった。にしてもスナイパーライフルか。スナイパーライフルね。まあ確かにあれば助かるんですけど、ちょっと手に入れるのが早くないかっていう感じはしますね。で、こっちから来たんだったな。で、こっちに降りれると。特にジェネシス反応ないんだよな。さて、ホールのすぐ隣が目指してるところ、あ、ボックスじゃないですか。ってことは、ここは、あれか？ファイアレートつけときましょう。ショットガンの連射速度っていうのは、結構重要。違う。で、ダメージは、ハンドガンを1にしといて、ショットガンを2にしておく。なぜかというと、僕はやっぱり重い武器、ショットガンとかはそういうのを、やっぱ必殺武器みたいな感じで捉えているので、その感覚でやりたいからです。さて、ジェネシス反応とかあってもいいんだけどな。時計の裏。なんもねえか。ここはカジノ。怒りの装飾。はいはい。お？そうだね。観光したかったよね、普通に。ジェネシス反応ないけど、普通に、なんかアイテム落ちてたりとかもしないのかな。ちょっと寂しい感じが。カスタムパーツ。やっぱり探索はすべきなんだよ。で、まあ特に変わったことはなさそうだからあそこでしょうね。プロメナード。はいはい。ここが目的地か。